反逆者たちの懲罰は、ルネサンス期のイタリアの巨匠サンドル・ボッティチェッリが1481年から1482年にかけて制作した絵画である。フレスコが、主題は、旧約聖書、民数記で語られている、ユダヤ人やコラの反乱のエピソードから取られている。1470年代後半以降、ボッティチェッリの名声は広がり、 フィレンツェの外からも注文が舞い込むようになった。その中で最も有名かつ重要なものが、ローマ教皇シクトゥス4世に招聘されたシスティーナ礼拝堂のフレスコ画による壁画装飾である。ボッティチェッリは旧約聖書及び新約聖書から3つの場面と11点の歴代教皇の肖像画を制作した。 システィーナ礼拝堂壁画の中でも最も重要な作品の一つとして知られる。カンプス、マルティウスのコンスタンティヌスの凱旋門。教皇シクストゥス4世は1477年から1480年にかけてバチカン宮殿の礼拝堂を建て直し、自身の教皇名にちなんでシスティーナ礼拝堂と名付けた。1480年10月27日。 この礼拝堂の装飾事業のために、ボッティチェッリは、他のフィレンツェの画家と共に、ローマに向けて出発した。これは、フィレンツェの事実上の支配者である、ロレンツォ・デ・メディチとシクストゥス4世の和解プロジェクトの一環であった。ローマではボッティチェッリはすでに東大一流との評価を受けていたコジモ・ロッセリ、ドメニコ・ギルランダイを、ピエトロ・ペルジーノと共に、礼拝堂壁面中層に、 モーセ伝とイエス・キリスト伝の二つの連作を制作した。これらの連作では、ヨガタロンの観点から、旧約聖書と新約聖書が統一体であるという考えが示され、モーセはキリストの先駆的存在としてそれぞれ対応する場面が並べられた。制作にあたり、格画家は同じサイズの横長の画面を与えられ、ボッティチェッリは、モーセの試練、反逆者たちの懲罰、 キリストの試練を制作した。ジョルジョ・バザーリは、教皇はボッティチェッリに装飾事業全体を任したと述べているが、近年の研究者の見解ではその役割を果たしたのは、ペルジーノと考えられている。画家たちは1481年7月から1482年5月にかけて壁画を制作した。制作に要した期間は11ヶ月という驚くべき短さであった。 これはボッティチェッリがフィレンツェのサンタマリアデッラスカーラ病院で受胎告知を制作した後であり、ボッティチェッリは助手を使って3つの場面を描き上げた。1482年2月17日、礼拝堂の完成に必要な他の装飾のために契約が更新されたが、2月20日に彼の父が死去したため、フィレンツェに戻ることを余儀なくされた。 本作品と向かい合うピエトロ・ペルジーノの聖ペテロへの天国の鍵の授与。両作品は連作の中で共に強硬至上主義の中核を成している。反逆者たちの懲罰は、モーセ伝連作のうち6番目に位置し、民数記で言及されている反乱の伝承から3つの場面を維持同図法的に描いている。モーセは、モーセの試練と同じく黄色い衣服と緑のマントを、まとい、 白髪と顎髭を蓄えた老人として描かれている。このフレスコ側、ペルジーノが反対側の壁に描いた聖ペテロへの天国の鍵の重要と向かい合っている。画面右側ではユダヤ人の反乱が描かれている。民数記13章によるとモーセは人を使わして約束の地下難を偵察させた。彼らは土地は豊かだが、そこで暮らす人々が盛況であるのを見た。 そこで彼らは見た通りの報告をし、土地を奪うことは叶いそうにないと話した。しかしそれだけでなく、約束の地を人々に悪く語った。すると、人々はで、エジプトの苦難に不満を爆発させ、自分たちをエジプトに戻してくれる指導者を求め、モーセを石で撃ち殺そうとした。しかし彼らと共に、約束の地を探りに行ったのんの子よしわとエフンネノコ、カレブがモーセをかばって反論した。 神は多くの奇跡を見た後でも自分を信じない民に起こり約束の地を悪く言った者たちを薬病で滅ぼした。ここではボッティチェッリはモーセを殺そうとする群衆を描いている。彼らは皆石を握り画面右端のモーセに詰め寄っている。モーセは彼らにひるんでいるが、ヨシュアが身を提してモーセを守っている。 画面中央では、絵画の主題としては、珍しいコラの反乱が描かれている。コラは、レビの子ケハテのこイツハルの子である。ケハテの子孫は、神の幕屋を運搬する役目が与えられており、他の人々よりも、一層神に近い場所で仕えることを許されていた。ところがコラはそれに満足することができず、猛聖や祭祀職にあるアロンを妬み、レビ族を率いて反抗した。 そこでモーセは彼らに自分たちが祭祀職にふさわしいと思うなら明日の朝神聖な道具である日皿に炭を入れて香を焚き神の幕屋に集まるように言った。神のために香を焚くのは祭祀職の役目でありそれを破ったものは死罪であった。もし彼らが祭祀と同じ役目を果たすことが許されるならば彼らは神の怒りを被らないはずである。 しかし神は彼らに対して激しく怒り、幕屋から火が噴出して、コラをはじめとする反抗者250人をことごとく焼き殺した。また大地が割れて、コラの一族を飲み込んだ。ボッティチェッリは、アロンと同様に功を捧げようとして、神の怒りを買う反抗者たちを描いている。祭祀姿のアロンが画面中央奥で、神速に立ち、 まさしく航路を振り動かしているのに対して、反抗者たちは、神の怒りに打たれてよろめき、あるいは地に倒れ伏している。画面左側では、コラの一族が割れた大地に飲み込まれる様子が描かれている。雲の上に立っている二人の人物は、コラの息子たちである。民数二26章11節によると、コラの息子たちは死ななかったとあり。 神の怒りを免れた彼らは大地に飲み込まれずに救われている。画面中央背景の建築物はコンスタンティヌスの外旋門に由来する。この外旋門はペルジーノの聖ペテロへの天国の鍵の授与でも左右に二つ描かれており、おそらく初代教皇である聖ペテロによって教皇庁に与えられた主権をほのめかしている。外旋門の中央にはラテン語ので、 アロンのごとく神の命を受けし者以外は何者も神の名誉を我がものとするべからずという名文が刻まれており神が任命した指導者に反抗する者には天罰が下ることを警告している。また、ボッティ・チェッリの描いた大祭司アロンが三つの勘を重ねた強行勘を被っていることはアロンが強行の先駆的存在であることを表している。こうした描写は当時の政治情勢と 密接な関係がある。というのも、当時、教皇及び、教会の主権を疑問視し、公会議に、教皇以上の権限を与えようとする意見が強まっていたからである。実際に、クロアチアのカルニオラ大司教、アンドレアス・ジャモメッティッチは、公会議を通じて、教皇職の改革を議論しようとした。これに対して、ボッティチェッリの反逆者たちの懲罰は、 モーセの伝説を通じて、教皇の主権は、神の与えたものであり、犯さざるべきものであると主張している。そしてその主権は、直接的にはキリストが、聖ペテロに、天国の鍵を授与したことに由来する。反逆者たちの懲罰と、聖ペテロへの天国の鍵の授与の二作品が言わんとしていることは、教皇の主権はモーセからキリストを通じて、 初代教皇である聖ペテロに異常されたものであり、歴代教皇に引き継がれてゆくべきものであるという主張である。このように向かい合う、両作品が連作における教皇史上主義の中核を成していることは明らかであり、単に旧約聖書と新約聖書の内容を照らし合わせているだけでなく、考え抜かれた構成によって、教皇の権力の正当性を歌い上げている。なお、 アンドレアス・ジャモメッティッチは1481年と1482年に投獄されており、このため外宣門の名文はアンドレアス・ジャモメッティッチに対する言及とも解釈されている。ありがとうございます。